はい、こんにちは、ブルーホースです。やっていきましょうか。バイオブレッジダウンロードコンテンツ発売記念ということでね、まあ2週目のデータを今やり直しているところでございます。で、前回ちょっとなんか森の砦に入る前に、あれこれ宝あるんじゃねっつっていろいろと暴走してたんだけど、結局宝見つけられないまま終わっちゃったんで、本当申し訳なかったです。奴らの巣かということで、まあ巣をねクリアしていくというパートを進めてやっていきたいと思います。目の前に降りてくるんで、はい、そうですね。で、ここでいろいろクリドンを作ったら爆発させるで、ほいほい、あれちょっと待って、当たらない。こいつらがまた結構ね強いんだよね。マグナム撃ってもね一発で死ななかったオチがあるからね。ほらほらほら、こうやって蘇ってくる。僕ら体力どんだけあんのって話だよ。強くない？冷静に考えれば。そりゃこれでこんなでも死なねえわな、普通に考えりゃな。ジョン、落ちてた。はい、お金いっぱいありがとう。下にもあるんだな。下降りてなんかどうやって登るんだっけ。あ、こっちからあれか、行けるんだ。これ降りたらまたなんかいっぱい落ちてくる。まあ、いつとなったら足元にピストルパッと。おお、痛い、びっくりした。普通に出てきたボス。おい、てやばい、油断した。油断するとこうなるから気をつけてね、みんな。おお、さすがっす。これ無限脇なのかな。やばい。あ、ちょっと待って、なんで。おお、やばいな、来てるな。まだ来てる。うわー、すげえ嫌な予感がする。やっぱり来てる。よし、とりあえず爆発させてる間に、爆発させて芸術してるうちに逃げる。来てる。よし、落ちろ。君らの相手をしてる暇はない。あー、本当にびっくりした。来てるね。まだ来るか。けどね、よし、爆発しました。獅子粉塵。お金は欲しいが、いつまでも相手をしている場合にはいかない。飛んで行け。金、やっぱり金。綺麗に落ちていったな。よし、じゃあどこまでも使えるぜ。イエス。で、大きいのが出てくるから、どうしようかな。こいつでいいか。あー、いや、とりあえず爆発させようかな。とりあえず青春爆発させておいて。青春爆発、危ない青春爆発。怒ってる爆発。普通に乗るんじゃねえ。黙れ。金さえ出してくれた君らに何も文句はない。でもちょっと待って、また体力がやばいじゃん。で、回復アイテムは、あと3つになっちゃってる。じゃあとりあえず作るか。なんかあのクラフトを何回かやったらいける、なんかなんだっけ、ボーナスポイントが手に入るやつもあるんだけど、それがまだね実は手に入れられてないっていうね。あれ、ここまで来ちゃったらもう来ないのか。もう粉下げだね。砦と言うべきなのか、巣と言うべきなのか。さあ、で、次があれだもんね。ちょっと待って、また透明化してるから、ちょっとよくわかんない状況になってるけど。マグナム降りていって、マグナム、ステークも使いながら、やつを倒していかなくちゃいけないんだよね。やつ倒すのはいいんだけど、地味に雑魚敵も出てきたりするからね、そこ注意しなきゃいけないね。お金チャリン。もう他手に入らないね。ここすでに透明なんだよな。ほら、いっぱい急に生えてきて。ほうほうほう。壁。あ、ちょっと、進めてるから。進んでるんですか。E さんの手が、ああ、あったね。ねえ。おお、すごい下。ねえ。あ、ちょっと。横スライド。壁登ってきてるし、スタも登ってきてるし。この時にバレないんだけど。骨食ってんのか。あれ、
ちょっとこれ進めてるね。早く早く。そうか、透明な世界だね。これ炸裂弾。明けに王の伝令が来て我が国の撤退を告げた。国境の要害である砦を異教と共に明け渡すのは口惜しい限りだ。あと少し時間をいただければ。戦のなんて読むのか、これさすがにわかんないな。いや、それは建前だ。私は好奇心からこの地を離れたくないのだ。この地には村人が戦車と呼ぶ古代人の遺跡がいくつも残されている。最初の巨大な獅子座像、紋章の刻まれた洞窟壁画、聖杯と呼ばれる石の台座、彼らはどこから来てどこに消えたのか、それを知らずに去ることこそ真実、誠に口惜しい。よし、でじゃあ、楽しい戦いが始まると思いますんで、とりあえずやつが出てくるから、でも出てくるのか、あら出てこない、降りたら出てくるんだな、きっとな。おいでー、ドゥーン、来た来た、あ、外した、かなりまずい、よし、かなりまずい、そうだね、まずい、よし、やべ、あ、これもしかして呼んだ、呼んでないね、ほら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 、よし、飛んできた、ほら、終わり、あ、よかった、大したことなかった、もっとなんかどえらい戦いになるかと思ったけど、よいしょよいしょ言ってたら終わっちゃった。大きいね、こいつの一物大きいな、さすがだね。でこいつを倒したことによってクリス編でお兄さんが暴れ回るんだよな。てかあんだけの身体能力持ってるのに、なんであんなのんびりのんびりしてたんだろうね。もっとぴょん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 飛んでたとしたらさ、多分もうイーさんひゃーって、ダメだ、もう私は無理だーってなったと思うんだけどね。あれもオッケー、あれ綺麗に当てないと落ちないって、なかなか接着力のある、これで、あ、ちょ、まだ残ってるな、どっかにあるな、あった、これで、あ、ちょ、まだあるな、ん、まだどっかにあるぞ、全部落とした、拾えてるこれ、ああ、オッケー、これでもうさすがに違ういけたよ、オッケーで、ああ、これそういうこと、もしかしてこっち行って、あ、そうだわ、きっとしまったん、前回パートでさ、あれこの宝物一体どこなのってさ、めっちゃ苦労しとったやん。それ多分今から手に入るやつだわ。それをなんかいつまでも手に入らねえって苦しんでる。なかなかやってくれるじゃねえか。だわ。そりゃそうだ。ありがとう。いつまで隠れてる。お前たちを引きずり出してやる。そうだね。引きずり出していただこう。そうがっつくなって。うん。あともう少しで全て肩がつく。あ、そう。手を貸してやるよ。だがその代わり、何？なんだ、言えよ。さっさと言えよ。もったいぶるんじゃねえよ。まず俺のところに来い。わかった。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、イーさん。俺のことをイーさんって呼んでいいのはな、娘じゃねえや。嫁のミアとな、ルーカスだけだ。イーさん。そう、これこれ。これで、そうだよな、やっぱそうだよな。ああ、もうほんとあれ。回数一緒にされたらややこしっかなあね、ワンと。ミスったわー。恥ずかしい。ずっと探して、あれないわ、ないわ。それは見つからないよ。みんなも、そこじゃねえよ。下だよって。進んだ先にあるんだから、今そこ探したって無駄だぜって。やってたらわかんだろうが。絶対ニヤ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 されながら見られてたと思うわ。うわー、恥ずかしいわー。お疲れ様。ねえ。じゃあこっち入っていこうか。もうほんと何の世界だよこれ。あれ、あ、こっちか。
ちょっと、あ、もうこういうのにされるともうほんとわけわかんなくなるよね。あれ、ちょっと待って、拾えないお金になってる。幻の魚はこれから手に入るからね。こっちは得意なしで、これは調べカルミハイベルデナッセオルチーナドミトレスク、あ、44歳か、44か。まあ島には変わりないけど。で、これ動く。君もいたのか。持ってる剣かっこいいじゃん。俺が使ってやる。飛びます。あ、まだ生きてんの。しっかり。今の貼り付けられ方、なんかあの、なんだっけ、サザンクロスを食らったあいつみたい。まだ生きてんの？高くなってきてんな。サザンクロスを食らった誰だっけ？桐原彩香、あ、赤やか。彩香じゃねえ。赤やだ。おー、なんかあっちに見えたのは、あ、じゃあ、あれは、赤い煙突の家か。鍵を外します。で、ここの鍵を開ける前に、あれ？ニワトリちゃん。ニワトリちゃん。ありがとう。すべての命に感謝をして。いただきまーす。シュ。あれ？ここら辺でなんか、ハーブってなかった？あった、ハーブあったね。よし。じゃあ、ここを開けて、カチャコンして、で、次の、違う、それ合わないって。次のパートを進める前に、次のパートというか、祭壇上で、ガチャコンする前に、宝物を2箇所、違うな、3箇所かな、集めに行くところがあるので、それをやったら例のやつに会いに行こうというふうに思います。まあ結局そっち向かう途中で行くことになるんだけどね。まあとりあえずじゃあハメハメしてムービーシーンだけやっといたらいいかな。あ、3つ目4つ目やったかったな。この上なき光栄です。プラスこの上なき光栄です。あ、こっち先か。よいしょ。ほい。じゃあ、これでムービーシーンになりますんで。オッケー。さあ。なんだ？これで、あれ？まだ、もうこれで、どうし。違うよね。開いただけだよね。あ、火がついただけだね。よし！じゃあ、本日もね、最後まで付き合っていただきましてね、どうもありがとうございました。またね、次回パートで、今度は宝散策編で、さらにその次のパートでハイゼンベル工場に乗りかかっていくという感じで進めていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押してお待ちいただけたら嬉しいです。では、また次回パートをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。